こんばんは、くしゃとまおです。よろしくお願いします。本日はデニムジャケットを使ったコーデを3つご紹介させていただきます。はい、春なんでね、デニムジャケットって冬とかだとあのインナーとかにこう仕込んで着ることも多かったかなっていうふうに思うんですけど、うん、いよいよね、あの、うん、デニムジャケットを主役にしたコーデができる時期になってきましたので、うん、今日はデニムジャケットを使ったコーデ3つご紹介させていただきます。はい、使うデニムジャケットはこちらの2着ですね。はい、一つがこちら、あの先日もご紹介しております、オワッテルマンさんが作っている、オワッテルデニムのジャケットです。セカンドタイプの、デニムジャケットになってますね。はい、色味もすごく濃いので結構ねラギッとめなコーデとかに合うんじゃないかなっていうふうに思っています。まだ全然着込んでないんですよね。そうです、いや着込んではいません。着込んでるけど結構着込んでるんですけどあの、まあ、16オンス結構ね色も濃くね染められているみたいなので。あ、16オンス。はい、まだまだちょっと経年変化出てきていないような状態にはなっています。はい、はい、2つ目のデニムジャケットはこちらですね。リーのデニムジャケットです。でこちらはあの逆に色がすごく薄くなっているので、ちょっと爽やかめな春らしいコーデとかに合わせてみたいなっていうふうに思っています。これはかなり色落ちが進んでて、そうですね、対照的な、うん、もう本当に対照的な感じなので、デニムジャケットお持ちの方結構いらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、濃いめのもの薄めのもの両方お持ちの方とかいると思うんですが、そういった方たちのね、どちらにも参考になるような動画にできればと思ってますので、なるほど、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。はい、じゃあ早速着替えていきましょう。はい、一つ目のコーデはこちらです。はい、かっこいい濃いめのデニムジャケットを使った、コーデとなっております。はい、使ってるアイテムからご紹介させていただきますと、まず足元がサンダースのミリタリーダービーですね。でボトムスこちらギャップで購入しました。あ、ギャップなんやそれ。ギャップで購入しました。前も言ってましたよ。言ってたっけ。前も言ってました。かっこいいですよねで上がですね、こちらがバーンズっていうところのスウェットに中にデニムシャツ、ラングラーのデニムシャツを着ています。デニムシャツ着てんや。着ます。デニムシャツ着てスウェットでデニムシャツ。ぶっちゃけスウェットでもいいんですけど、うん、首元寂しいなっていうのと、確かにまだちょっと春始まりたてだと寒いと思うので。なるほど。はい、1枚着込むっていう意味でも、うん、着ています。例えばこれをあの寝るシャツとかにしてあげても全然いいと思いますね。足元もレッドウィングみたいなワークブーツとかでもすごいかっこいいというふうに思うんですけど、まあ、あえてちょっとこうミリタリーつながりで下はサンダースのミリタリーダービーしてるっていうようなコーデになっています。おお、はい、もちろん上がワークジャケットなので、はい、ワークブーツで合わせてもかっこいいので、ちょっとそれもお見せできればと思いますね。ちょっと履き替えますどんなジャンプの仕方や。はい、ちょっと靴だけ履き替えてみたんですけど、まあ、こっちでも全然かっこいいですよね。あ、ワークブーツにしてみたんですね。はい、ワークブーツにしてみました。ミリタリーブーツからワーク、ミリタリーシューズからワークブーツに。そうです。はい、やっぱりワークとミリタリーって本当に相性が良くて、アメカジの中でも、うん、例えるなら強化系と変化系みたいな。ちょっと最近、はい、ハンターハンター読んでるからちょっと最近使いすぎやで。そう、ちょ今キメラアント編まで見たんで、うん、あそこまで行ったんや。はい、そこまで行ったんですけど、そんなにうまないしな例えがワークとミリタリーは相性がいいってことやね。そうそう、まあ要はそういうことですね。はい、すいません、ま、もう2秒で終わる説明じゃない。はい、まあ要はそういうことですねなんでこういう風にまあ、レッドウィングとか合わせてあげてもすごいかっこよく決まった。いいですね。ですね。まあ、たださっきの方が少しこう、なんていうかシュッとしてるというか、確かに。もう少しこう、シティ向きのコーデになってたんじゃないかなっていうふうには思います。うん、いや、でも、その、色落ちがそんなに進んでないから、はい、ジーンズ、あ、ジージャのね、うん。なんか、うん、そっちの方が好きかな。本当ですか。ちょ、さっきのだと、ちょっと綺麗にっていうか、まあ、ラギット感が足りないです。そうですね。なんか黒だし、綺麗にまとめてるんですけど、はい、こっちはこっちで。ラギット感があってかっこいいなっていうのが、ね、どっちも本当に合いやすい。ここはもう本当に好みの問題かなっていう感じはしますね。うんうん、はい、いやすごいいいですね。うん、ありがとうございます。ということで一つ目のコーデでした。はい、じゃあ二つ目いってみます。はい、そこはジャンプせんのかい。あ、二つ目のコーデはこちらです。爽やかですね。爽やかなコーデにしてみました。使ってるアイテムからちょっとご紹介させていただきますと、足元、GH バスの、ローファーですね。でボトムスがバリーブリッケンの、白いチノパンになっております。で中もこれぶっちゃけ中は何でもいいんですけど、今セントジェームスを一応着てるっていう形となっております。例えばまあ本当にスウェットとかでもいいと思いますし、寒ければまあ、シャツとかを着てあげるとかでも全然いいかなっていうふうには思いますね。上が B のデニムジャケットで色がかなり落ちているものを使っております。でポイントとしてはここバンダナをちょっと首元に巻いてあげて、
まだちょっと肌寒い時もあるかなっていうふうに思うので、ちょっとこうバンダナで防寒性とかを上げてあげたりとか。防寒性なんやそれ、はい、防寒性もありますし可愛いっていう、可愛い、はい、可愛いが上回ってるわ。そうですね、うん、素敵素敵、可愛いし防寒性もある。防寒性ない多分絶対ないはい、まあそんなようなコーデとなっております。春とかに向けてこういうコーデをしていきたいなっていうふうに思ってまして。かっこいいな。はい、僕今年ジーパンたくさん育てないといけないんですけど、ちょっとね、ああそんな履いてる場合じゃん、ね、ちょっと浮気してこういう、はい、血のパンとかも履いてみようかなとか思っていたりします。で、白パン以外にもですね、例えばこういうカラーのカーキの血のパンとか合わせてあげても全然このコーデかっこよく決まるかなっていうふうには思うので、はい、ぜひやってみてもらえればなっていうふうに思います。まあ、ただこのカラーの血のパンにして、デニムジャケットで例えばまあレッドウィングとかを足に合わせると結構ラギットな感じに早変わりしちゃうと思うので、まあ、足元こういう風にローファーにしてあげたりとか、バナナで少し可愛げを出してあげるみたいな感じにしていただくと、もうこういう感じで春らしい綺麗な感じにまとまるんじゃないかなとかは思ったりはします。ということで2つ目のコーデでした。ちょっともう1着ですね、このデニムジャケットを使って、コーデを組んでみようと思いますので、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、3着目のコーデこちらです。かっこいいやん。はい、ちょっとねチャレンジしてみました。チャレンジ、ちょっと僕の中ではチャレンジですね。ほんまになんか、はい、マオ君って感じやけどね。本当ですか、うん。まあ、ちょっとアイテムだけご説明させていただくと、足元が、レッドウィングですね。かっこいい、はい、で、血のパンが、US アーミーの、血のパンとなっております。で、中がですねサンサーフのアロハシャツを合わせてみました。で、上にのデニムジャケットを羽織っていう感じですね。いいですね、なんか、はい、まあ、チノパンにジーパンにレッド、はい、あ、チノパンにジージャンにレッドウィングってすごい、ね、うん、定番の組み合わせ で、まあ、アメカジって感じやけど、はい、まあ、サンサーフもアメカジって感じやけど、はい、ちょっとなんか混ぜるっていう ね、ちょっとここは特質系がね、入ってきたっていう。もうハンターハンターはええって、はい、先ほどクシャも言ってたように、このブーツ、チノパン、デニムジャケット組み合わせって、うん、もう絶対もう誰もが一回アメカジ付けやったことがあるというか、一番定番の組み合わせだと思うんですけど、うん、でこの中が例えばスウェットになったりとか T シャツになったりとか寝るシャツになったりとかするわけじゃないですか。でも僕も例に漏れずこう全部やってきたんですけど、アロハシャツ合わせもいいんじゃないかなって思って、うん、ちょっと今年はこういう合わせ方してみようかなとか思ってたりします。なるほど、いいですね、はい、3つとも結構ねちょっと毛色が違ってうような感じで、1着目とかは少しラギットな濃いめのデニムジャケットに合わせて少しラギットなコーデにして、うん、2つ目は少しきれいめな感じにしてみました、ね、うん、で3つ目は定番の中に少し遊び心を混ぜてみるみたいなテーマで、コーデを組んでみたので、ちょっと面白かったんじゃないかなって個人的に思っているんですが、クシャン的にはどれが一番良かったんです？僕はこれですね、このコーデ。まあでもなんだかんだ一番最初のも、うん、やっぱりそうですね、うん、まあ、いいな、当たり前のようにかっこいいし、多分まあ誰が見てもああいいねって言ってくれるような、うん、着こなしだったんじゃないかなとは思いますね、1着目とかは、うん、ということで皆様のお気に入りのコーデも、ぜひ、コメントで教えていただければと思います。あとまあ自分だったらこういう着こなしをしたいとか、こういう着こなしおすすめですみたいなのとかもコメントでいただけたらすごく嬉しいです。あとはハンターハンターの好きなキャラもぜひ、残していってください。マオ君何系なの？僕はやった水見式、僕やっぱりクラピカが好きですよあ、じゃあ特質系な、特質系のクラピカ、あ、はい、めっちゃなんか強化系っぽいけどね。本当ですか、うん、強化、あれはパワー系強化系、俺人間食うみたいなそんなやつおらんよ簡単にこのチャンネルでは他にも経年変化を一緒に楽しめるようなものを紹介しておりますもし気に入っていただけましたら、左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化委員会の会員になってみてください。またいつもいいねコメントありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。